毎度ご視聴ありがとうございます。ご覧いただいてますね、アオサギの手前といいますか周囲にありますこの黄色い花なんですがね、今回ちょっとこの花もね主役の一つといいますか、そういうことで、ね、何の花だったのかなちょっと分かりづらいのでね、絶対待っとったよ、ね、ちょっとお天気の方がね、長らく心配な状況が続いておりました。台風の、まあ、行方といいますかね、そういったことも気になっておりましたのでね、しばらく出かけることができてなかったんですがね、まあ、ホジロの後ろで雲が移動している様子がご覧いただきましたけれどもね、ひょっとするとそういった台風のね、風の影響であったのかもしれませんね。つくつく帽子の鳴き声が聞こえるようになってきましたね。セミの鳴き声もね、いろいろと季節によってといいますかね、ちょっとずつ違いますのでね、つくつく帽子あたりはもう最終のランナーといいますかね、セミチームのアンカーを務めるというような感じであろうかと思いますのでね、まあ、暦の上ではといってもね、その響きであったり字面であったり、まだ秋というね、そういったものがしっくり来ないような気候ではありますが、実は今回もね、播磨中央公園を歩かせていただいております。できるだけ日陰の多い場所をね歩かないとね、何のために歩いているのかわからなくなりますんでね、本当に、今日もね、おかげさまでいろいろな野鳥にね出会うことができましたけれどもね、本当にこう一つ一つの野鳥との出会いというのがね、まあ、奇跡のようなね、そういったことを実感するようにねなってまいりました。そしてね、冒頭にもご覧いただきましたこの花なんですがね、ヒシかなと思ったんですよね、この水面のこの葉っぱの様子からね。しかし調べてみますと、ヒシの花というのは白い色らしいです。ですからハテナというねことになっているわけですけれどもね、もう少し調べてみますと、トウビシというね、ヒシの仲間の違った種類のね植物もあるようですが、そちらはどうやら黄色い花がね咲くようなんですがね、わからなかったですね。ヒシという植物はね、この兵庫県の内陸部北播磨でもため池などでよく見かける植物ですのでね、食用ね、食べることができるというようなこともね聞いたことがあるんですが、私は食べたことはないんですがね、あのトゲがね、うっかり靴で踏んづけると靴底に穴が開いちゃうんじゃないかというぐらいのね、そういったトゲトゲの実がなるんですよね。この水面にね、こういった繁茂している葉っぱの形を見ますとね、見慣れたヒシの葉っぱじゃないかなと思ったんですがね、正直定かではないです。またご存知の方があればね教えていただきたいと思います。今回ね、このように思わぬ池の水面でお花畑に、そしてこれカイツブリなんですがね、もう幼鳥の方もね親鳥とそう変わらない大きさになってましたね。こういう状態でね、水面ほぼ池の全面を覆うような形になってましたがね、今日は8月8日ということで蝶々の日でもあるそうでございます。八っていう字が蝶々の形に似ているからだそうですがね、こういった8月8日のようにね、ゾロ目と言ったらいいのかな、そういった日っていろいろね、語呂がいいのか分かりませんけど、いろんなね、日というか地なんだというか語呂合わせのね、そういったことがありますけれどもね、世界猫の日だったかな、なんかそんなのもありましたけどね、
どういう関係なのか分かりませんがね、これね何かあの白石の色がね真っ白に見えていますがね、カメラの露出の関係でね、実際には今ご覧いただいている鳥に近いようなね灰色がかった色でしたけれどもね、これまたこれ来たね。もう来た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 、近すぎて撮れない。これ近すぎるとね、まあ、望遠レンズの特性というかね、撮影しにくい場合もありますがね、ほぼ 2,3 メートル先なんですがね、これやっぱり近すぎるな。そういう宝次郎さんもね、近い時だと2メートルぐらいの先でね、さえずっていることもありますけれどもね、白石霊は特にね、こちらが何もせずにじっとしてますとね、どん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 こちらに近づいてくることがありますがね、ご覧いただいてますのはね、シジュウカラですがね、今もう一羽ね、上の枝の方にフレームインしてくれましたけれどもね、このシジュウカラと後ほどご覧いただきますが、ヤマガラね、よく似た鳥でもありますし、まあその種類的にも近い野鳥だと思うんですがね、それでも若干性格というかね、違うような気がいたしますね。どちらかというとこちらの山柄の方がね、このように突然ひょっこりと目の前に現れることがありましてね、私はこれ森の救世主ね、困った時に助けてくれる鳥の、まあ、代表格じゃないかなってね、山柄のことは思っているんですけれどもね、まあ、シジュウカラもたまにはね似たような現れ方をしてくれる時もあるんですが、山柄の方はね本当に近い時だとね、まあ、2メートルぐらい先の枝にねひょっこり山柄の方から現れてくれることがありますのでね、ずいぶん今までも助けられた記憶がありますね。どうなのかな、野鳥によってこの暑さに強い鳥とそうでない鳥ねいるのかもしれませんがね、今日なんかもね歩いておりましても、これ鳥の鳴き声すら聞こえてこないんじゃないかぐらいのね感じでございましたがね、ちょっと歩く時間が遅いのかな、ちょっと早朝であったりとかね、涼しい間の方が野鳥に出会えるのかもしれないと思ったりねするんですけれどもね、白石霊ですかね、こちらもねおそらく今日は石霊にね結構あちこちで出会うことができたんですが、石霊は暑さに強い方なのかな、まあ、日陰をね、まあ、中心に餌を探しているような感じもしたんですけれどもね、野鳥によってね暑さに強い鳥そうでない鳥がいるかもしれませんよね、皆さんはいかがでしょうかね。今日ね8月8日という話をしましたがね、ここ播磨中央公園にありましたねローンステージ、時々話をしてますが、野外ステージでね88ロックデイというねアマチュアバンドのコンテストが行われたことがありましてね、たまたま私それを見たことがありましてね、グランプリになったのが誰がカバやねんロックンロールショーというねバンドでございまして、後に地上波でねレギュラー番組を持ったりなんかしましてね、明石家さんまさんが初めて MC を務められた番組だったりね、新助龍介さんがね出演されたりしていた結構面白い番組でしたがね、このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。